はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、今日はですね、まあ、私服姿というかジャージなんですけども、今日は事務作業をですね、治療院の方でさせていただいてます。はい、で今ですね、事務作業が一通り終わったので、ちょっと動画でも撮ろうかなというふうに思って今動画を撮ってます。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、まあこの間ですね、座骨神経痛についてお話をしてます。まあいくつかね、筋肉やってストレッチの方法をお伝えしたと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、そしたらですね、今日やっていく内容なんですけども、今日はですね、大臀筋って言われるお尻の筋肉が硬いと座骨神経痛が出る方ですね、のお話ができればと思います。はい、でじゃあ大臀筋っていうのがですね、皆さんどこにあるのかっていうと、ちょっと待ってくださいね。はい、こちらですね、青く光ってる筋肉あると思うんですけど、まあ、こちらが大臀筋っていうですね、大きい殿の筋って書いて大臀筋って読むんですが、まあ、非常に大きい筋肉になってます。まあ、私たちがお尻をポンって触った時に触れるのが大臀筋っていう筋肉ですね。はい、でここがですね、ずっとデスクワークで座りっぱなしだったりとか、まあ、猫背、延背みたいな感じで猫背になってしまったりとかして、まあ、大臀筋がですね、うまく使えなかったり、まあ、硬くなってきてしまうとですね、どうなるかっていうと、足の方にしびれを出してしまったりとか、あるいは痛みを出してしまう、まあ、つまり座骨神経痛ですよね。はい、を出してしまうっていうのがありますので、まあ、ここをですね、緩めてあげることによって症状の改善っていうのが図れますので、まあ、ぜひ今からですね、一緒にストレッチをやっていければと思います。はい、でじゃあ大臀筋のね、どこをね、緩めていくのかっていうと、ちょっとねこっち見ていただきたいんですが、この辺りですね、この辺りちょうど、なんだろう、ここの筋肉ありますよね。この筋肉、このこうつなぎ目あるじゃないですか。青く光ってるところと筋肉の境目あると思うんですけど、ちょうどこの辺りですね、この辺りだったりとか、ちょうどこの辺りですね、この縁あたりがかなり硬くなってきてしまうと足のしびれが出るっていうのがありますので、そこを緩めていきます。はい、まあ、私たちの体ね、骨とかもちょっと使っていこうかな。骨で言うとちょうどですね、この仙骨っていうところのこの際の部分だったりとか、もうちょっと尾骨の方ですね、尾骨のこの辺り、この辺りだったりとかが狙い目ですね。この辺りですね。はい、なのでここを狙いながら、ここを緩めていくことをやっていくんですけど、じゃあここをね、ただマッサージすれば緩むのかっていうと、そうではないです。はい、すいません。はい、ここをただね、マッサージすればそれが緩むのかっていうと、そうじゃないです。で、じゃあどうやって緩めていくのかっていうと、つながりっていうのを使っていきます。つながりですね、つながりっていうのは、このお尻の筋肉とつながってる筋肉を緩めることによって、間接的にこの大臀筋っていうのを緩めてあげると、より深く緩むっていうのがあります。じゃあそれはどこを使っていくのかっていうと、こちら座骨ですね。座骨、もう一回ズームしますね。はい、ここ座骨です。さっき大臀筋のここだったりとか、この部分のちょっとこの辺ですね、まあ、こういう感じで緩めてくださいって言ったと思うんですけど、実はここにですね、ハムストリングスっていう太ももの裏の筋肉があるわけなんですが、ここの部分が硬くなってきてしまうと、お尻に硬さを作ってしまうっていうのがありますので、一緒にね、ここを緩めながら、こう緩めていくことっていうのをやっていこうかなっていうふうに思います。はい、そしたらやっていこうかなと思うんですけども、まあベッドだったりとかにちょっと行っていただいて、できればですね、こう足がブランブランできるようなところ、あるいは足がつくところでもいいので、ちょっと高めのね、椅子だったりとかベッドに座っていただければと思います。はい。で、まあ、右足がしびれている、あるいは痛い方は右側、左側が痛い、あるいはしびれている方は左側をやっていただければと思うんですけども、まあ、どこを触っていくのかっていうと、私たちの、ですね、ここ、ちょうどお尻の割れ目がありますよね、割れ目。でここに尾骨っていうのがあると思うんですけど、片方はですね、この尾骨のちょっと斜め目、大体この辺り、指3本分ぐらい上に行って、指2本ぐらい内側に入って、外側ですね、に行ったところ、ちょっとこの部分を触ってあげてください。お尻の割れ目がここですね。はい、この辺を軽く触っておきます。で、この状態で座ってもらって、さっきの座骨ですね、座骨。私たちの体でいうと、ちょうどこのお尻のですね、ほっぺたみたいなのが一番ちょうど下にここら辺に見えるかな、
あるんですけど、この部分に座骨が皆さんあると思います。なので右をやりたい場合は右手でお尻を触って、左手で先の座骨の位置を触ってください。座骨の位置を触ってください。はい、触ることができたでしょうか。指はね、この指でもいいですし、これでもいいですよ。はい、自分がしやすいように、僕はこれがしやすいので、座骨を、はい、こんな感じで押さえた状態でセットをします。横から見ると、こんな感じですね。はい。で、この状態ができたらですね、このまま腰をですね、前後に揺らしてあげてください。腰を前後に揺らしていきます。で、この時に注意してほしいのが、しっかりとこの座骨の部分をグッと押し込んであげることですね。グッと押し込んであげる。そうすると大臀筋っていうのが緩んできますので、押し込んだ力を弱めずに前後に腰を動かしてあげてください。この状態で深呼吸を30秒ほどやっていきます。痛みがない程度にしてくださいね。で、30秒ですね、ずっとやってると、僕であれば右手がですね、右手のお尻の筋肉がこうなんか柔らかくなってくるというか、ふわふわしてくるような感覚になってきます。その感じが得られたら、しっかりですね、緩んでる証拠ですね。はい、で、これが30秒終わったらですね、皆さん歩いてみたりとか、足をね、こうやって上げてみたりとかしてください。そうするとやった方はですね、めちゃめちゃ軽くなってると思います。はい、僕だって今こっちやったので、こっちの方がスッと上がりやすいですね、足が。はい、という感じで、ハムストリングスといって、座骨の部分ですね、そこの硬さがお尻の硬さっていうのを作ってしまったりとかして、座骨神経痛が出る方がいらっしゃいますので、ぜひ今のケアをやっていただいて、症状の改善に努めていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、おそらくこの辺に私のカーマークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。